2021. We're living on Mother Earth. People laughing, birds singing, transporting, manufacturing, constructing. Now we have to know that everything is connected. No borders. No discrimination. Lots of love and peace. It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kinimansu Tsukamoto Niki. 五月十三日、木曜日の明日のカレッジ、始まります。キニマンス塚本にきです。皆さん、お元気でしょうか、いかがお過ごしですか？今日は東京の方はですね、今日、ちょっと雨が降ってまして、しかも、ちょっと肌寒いんですよね。私はもう、せっかく衣替えをしたばかりというのに、クローゼットの一番奥の方からセーターを引っ張り出しました。 はいえー、あのお体に皆さん気をつけてくださいね、季節の変わり目、やっぱりこう体調を崩しやすかったりしますから。 えー、今日はペットの話をしますと昨日の放送の最後に言えなかった私です言いそびれてしまいまいしした、えー、しかしねインスタと YouTube でアフタートークやってますのでそこでしっかりと、えー、告知してたらリスナーの方からペットにまつわるエピソードが続々と届きましていやー皆さん動物好きなんだな一、えー、通だけね、えー、読んでいきたいと思います えこちらラジオネーム寺べっぴんさんから昔、アパートの1階に住んでた時の話です、そこは小さい庭というか、物干し場みたいなのがついてました日曜の朝に洗濯物を干していると、アパートのお隣のお屋敷で買われているゴールデンレトリバーのロンちゃんが境目の塀越しにおあいそを振りまいてきます。 私がひとしきりなでますと、ロンちゃんは満足し、柵に大量のおしっこをして家に戻っていくのです。それが毎週日曜日の恒例のやり取りでした。ロンちゃんは当時まだ赤ん坊だったうちの長男を背中に乗せてくれたりして、とても人懐っこい犬でした。何もかもが懐かしいです。いやー、いいお話だ、もうなんかその情景が目に浮かんでくるようですね。 いやゴールデンレトリーバー可愛いですよね、もうなんかもう、わしゃ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 って、もう私、大型犬がすごい好きなんですけれど、まあ、自分自身はあ,のあまりペットを飼うっていう経験したことないんですよね、えなぜかというと、片親が猫嫌い、片親が犬嫌い、で、私は子どもの頃すごーくすごーく、 シベリアンハスキーがが欲しいといとう夢があったんです、まあ、かなり大きな夢というか非現実的な <laughs> あの話だったんですけれど、まあ、もうしつこく、ね、ハスキーが欲しいハスキーが欲しいというのでよし分かった10歳の誕生日にハスキーを買ってあげるからと親が言ってくれました10歳の誕生日の日私はシベリアンハスキーのぬいぐるみをもらいました、あのー、あんまり可愛くない反応だったと思います、はい でまあ、今日はねいろいろペットを飼う動物と共に暮らすってことについていろいろ考えていきたいと思います今日のクラスはこちらラブ学部プレゼンツペットと共に生きる新型コロナウイルスの感染拡大に伴う巣ごもり生活で癒しを求めペットを飼い始める人が増えているそうです。 えー、その一方で様々な課題もあるようです日本では2019年に動物愛護管理法が改正され、えー、去年施行されましたこの改正により動物を虐待したりネグレクトしたり殺傷したりした場合の処罰が厳しくなったんです、えー、今月のニュースで静岡県で犬を 85匹飼っていた女性がこの動物愛護法違反の疑いで逮捕されたニュースがありました、えーまあ、劣悪な環境でかなり、えー、衰弱した動物も犬もいたようで、えー、多頭飼育崩壊に陥ったということ、まあ、これは今では犯罪なんですね、まあ、こんなちょっとね悲しい動物虐待のニュースは絶えませんが今改めて動物を飼うことって何なんだろう ね、動物と共に生きること暮らすことについてじっくり学んで考えたいと思いますえ、今日はその現状を知るとともにペットとともに暮らすために必要なことも学んでいきたいと思いますえー、今日は特別なゲストとしてアーティストの矢野明子さんも登場してくれます皆さんからの質問や感想などお待ちしております自分にとってペットってこんな存在ペットからこんなことを学んだ というエピソードや今飼っているペットに関するお悩みなどありましたらぜひ教えてくださいメールはローマ字で明日の atmark tbs.co.jp ツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジファックスは0 3五5 6 2 0九五四です OK 次の百年を学ぶ明日のカレッジ今夜はペットとより豊かに暮らすために学びまくり 斉藤和義の一緒な二人でスタートですはい皆さん今日もよろしくお願いします今日はペットと共に生きるですが皆さんは何か動物飼ってらっしゃいますか はい。えー、まあ、買ってないけど買いたい。買いたいんだけどアレルギーがあるとかね。いろいろ様々。えー、まあ、なかなかね、その気軽に買えないという人もいると思いますが。まあ、それもね、一つのこう、責任だと思うんですよ。買いたいけど我慢するっていうのを。 でもね、あの動物も人間も一緒に仲良く豊かに暮らすにはどうしたらいいのかなっていうことを、まあ、今日はいろいろ学んでいきたいと思いますので皆さんからの思い出のエピソードまたは悩み事関心事などあればぜひ、えー、こちらのチャット欄に書き込むかツイッターね、た多分ここら辺がここら辺にあると思うんですよ。はい、チャット欄が。はいえー、そして YouTube ではなくてもメールやツイッターでもお持ちしております。それでは今日もよろしくお願いします。 明日のカレンジ時刻は10時8分ですここで TBS ニュースニュースデスクの新藤誠さんお願いしますはいこんばんはお伝えします新型コロナウイルスについて東京都は今日新たに1010 10人の感染を発表しました1000人を超えるのは4日ぶりです 年代別では30代以下が全体の6割を占め変異ウイルスの流行に伴って若い世代が占める割合が増加しています新規感染者のうち感染力の強い N501Y 変異ウイルスに感染している人の割合は7割近くに上っているということです一方、北海道では昨日から一気に100人以上増えて712人の感染が発表されました 全国ではこれまでに6,800人を超える感染が確認され入院している重症者は25人増えて1,214人となりましたまた100人の死亡が発表されています政府は新型コロナウイルスの蔓延防止等重点措置を新たに群馬、石川、岡山、広島、熊本の5つの県に適用する方針を固めました 期間は今月16日から来月13日までとする方向です一方北海道への緊急事態宣言については見送る方針を固めましたまん延防止等重点措置の適用地域の追加で対応する方向です菅総理は明日専門家の意見を聞いた上で判断したいとしています新型コロナの感染拡大で旅客の低迷が長引く中 北海道を地盤とする航空会社エアドゥと九州のソラシドエアが来年秋にも共同持ち株会社を設立する検討に入ったことが分かりました機体の整備などで協力して経営の効率化を進める狙いでコロナ禍をきっかけとした国内の航空会社の本格再編の動きは初めてとなります両社は共同持ち株会社の設立後 エアドゥとソラシドエアを参加に置く方針です医療品通販大手ゾゾ創業者の前澤友作さんが12月にロシアのソユーズ宇宙船で国際宇宙ステーションに向かうと発表しました滞在期間は12日間の予定で来月中旬からロシアで訓練に入るということです 十二月八日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地を出発し操縦士としてソユーズに搭乗経験のあるロシア人飛行士らが同乗します日本の民間人が宇宙に行くのは日本人初の宇宙飛行士で TBS の記者だった秋山豊博さん以来三十一年ぶりとなります以上ニュースをお伝えしました新藤さんありがとうございましたこの後は今日の講師の登場です 明日たのカレンジ」

株式会社ミグノンプラン代表の友森涼子さんです友森さんよろしくお願いしますまず簡単なプロフィールをご紹介します友森さんは2007年より東京都動物愛護相談センターや警察署から犬猫などはもちろん鶏やフェレットなど2000頭以上の動物の受け入れ新しい家族に譲渡する活動をされています また都内にペットサロンとクリニック保護施設が一つになったミグノンプランも開設動物たちが過ごしやすい環境づくりを行っていますえそして動物保護活動団体ランコントレミグノンの代表も務めてらっしゃいます2000頭以上もの動物を受け入れてこられたす,、ね、すごい数だなと思うんですけれどまあそんなにハイペースでは 保護はしていないなんですけれども13年ぐらいやっているので気づいたらその2,000頭っていうのは実は数年前の数値なのでそこからまた数百頭増えてるんですけれども、はい、しかもあの、まあ、パッとねこう私たちがこうペットって思うと、まあ、大抵犬猫のイメージなんですけれど鶏やフェレットなどこの「など」にはどんな他の動物がありますかそうですね今いるのは アヒルとあとこの間までイグアナもいて今トライアル中なんですけれどもはいこういった動物たちはあのどういったところからミグノンプランに来るんでしょうかその子たちはですね結局あのペットとして飼う人がいる限り残念ながら一定数捨ててしまう、うん、あの飼えなくなる人もいるのであのアヒルは 動物愛護相談センターっていうところから来て、うん、イグアナに関してはその動物愛護相談センターで取り扱っていない生き物なので、うん、警察に習得物ででまず入るんですね、うん、みんな何か物を拾ったりとか見つけるととりあえず警察に全部お願いれたじゃないですか,なんか,なんかスマホお財布が落ちてました <laughs> イグアナがそこに落ちてました,ましたペレットが落ちてました落ちてましたで警察これは警察だろうって言って警察に。はい で警察の人は一生懸命お世話をするんですけど <laughs> 頑張ってくれるんですねおまわりさんも。まあ拾得物として保護していてもあの故意に捨てられた場合は持ち主が現れなないいじゃないですか、うん、そうするとあのセンターに出して処分をするかっていう選択を迫られるんですけども、うん、今警察の方でも非常にあの動物愛護の精神に熱い方が増えているというか。はい あのなんとか助けたいっていうことで警察から直接保護団体の方に依頼が来ることも多くて、うん、で警察って横のつながりが結構あるみたいで「うん、あの何々書の紹介です」って言って1箇所は。 こう交流が生まれると周りの警察署からも相談が来るようになってしまって、はい、じゃあもう東京いろんな地域からそうですね警察から,からちょっと「お世話になってます」ってかかってくるんですかえっっていう感じなんですけど,どそういうところから落とし物として来ますね。そそういったその まあ、もう飼い主のいないこう捨てられたまたは迷子になったまたはもともと野良犬猫という動物をこう受け入れてであの先ほどトライアルに出てる子も出言ってましたけれど最終的には新しい家族に譲渡するのが目的なんでですすよねねそうですね、あのー、結局一度に保護できる頭数は限られているので、うん、まあ最初はその架け橋というか。 次々に保護をしてなるべく早急にその子たちの家族を見つけて、うん、まあ今持ってるシェルターの空き場所を開けてで回転させながらたくさん保護しようってう10年ぐらい前は思っていたんですけれども、はい、年々保護動物の老齢化が進んでいて、はい、実は譲渡がが難しい子が増えてますそれはもう。体がもう弱すぎてとか 病気持ってたりそうですね、うん、あの例えば10年前だとその手放す方の理由が引っ越し先で買えないんですとか割とそういう軽い。 あの理由を聞くとこちらもイじゃあ帰るとこに住めよって思いますよ、ねうん、じゃあ引っ越すなよみたいな感じなんですけど <laughs>、はい、それでまあ手放す犬猫も若かったりとかあとあのよくないことなんですけどその行政の,その動物愛護相談センターに収容されている動物もとても多かったので、うん、そこからなるべく次につなげられる可能性の高い若い子を選んで、うん、あの引き出しをしていて、はい、なので。 老犬ちゃんとか老猫ちゃんは残念ながら処分されていたんですけれども、うん、あの年々入ってくる動物が減ったのでえあの選んで処分されるっていうことはなくなっていってお年寄りの子もずっとセンターで飼ってもらっているので順番に引き出すっていうことが増えているので。はい 最近はあの以前どこかの報道で見たんですけれど、まあ、今日本って高齢化社会じゃないですか、はい、その高齢者お年寄りの方が例えばこう施設やホームに入らなきゃいけない時にずっと長年,長年連れ添ってきた動物ペットを持っていけないから 手放せけないいっていうそういったあの話も最近は見にするんですけれどやっぱりその最初に動物を、ね、我が家に迎え入れようと思った時は、まあ、そこまで考えていない人も実は結構いるんじゃないかなと思ったりするんですよね。そうですねで本当に今おっしゃったようにあの高齢者の飼育放棄というか飼い切れなくなるケースがとても多くて。 普段受けてる相談の多分8割ぐらいいはそういう理由なんですね。うん、あの飼い主さんがもうホームに入るので飼えないとか下手するともうすでに亡くなってしまっていて、はい、子遺族の方、うん、例えばそのお子さんの世代が親が飼ってた犬なんですけれどももう16歳でうちはペットを飼えなくてっていう相談が来ると16歳の子なんか。 想像していただくとわかると思うんですけど、うん、そうそう、もらい手はつかない。そうですね。うん、犬の寿命って。まあ、本当に十、十六歳っいったら、もうあと数年。そうですね。ギリギリのところですよね。はい、で、その子自体ももう高齢なので。 あの高齢で運よく元気な子もいますけれども大体何かしら病気があるので、うん、引き取ったらその後治療と介護をして見取るだけっていう感じなのではい、はい、そこからだけ引き受けてくれる人がなかなかいない、うん、でそうすると親族が周りに声をかけても引き取り先がないで保護団体に言ってもあまりいい回答を得られないっていう感じで、はい、そうするとどうしますかっていうと「老犬老猫ホームに預けてください」って言うと。はい 人間の老人ホームほどではないですけれども、うん、入居金がかかったりとか当然あの医療費とかそういう経費がかかるのでそこを親族が負担しなきゃいけないっていう問題が発生して、うん、じゃあ無理ですって言って、うん、処分してしまう人もいるんですね。なのでそこが難ししくってて、はい、やっぱり自分の年齢を計算して確実に最後まで見取れなないかなって 例えばあの日本人の平均寿命は伸びてますけれども、はい、あの健康寿命っていうんですかね大体、うん、いい73とか4ぐらいなのかな。うんうん、なのでその73子の時までに動物の介護を終えて見とらなきゃいけないとなると。 うんまあそれでもねなんかこう、うん、まあすべての人がこうね寿命を全うするわけでもないしまあいつ何か起き起きるかわからないという時に、はい、まあ大事な家族がねこうどうなるかっていうまあいろいろそのまあライフプランが必要なわけなんじゃないかなと思うんですよです、ね、はいでまあもう十三年この活動をされて来られてる友森さんもたくさんの動物たち、えー、まあその上とのケースなどを見てきたと思いますけれど、はい、まあ去年から始まったこの コロナ禍でまあこうペットブームが起きているという話題もありまして、はい、やはりあのこの1年で問い合わせは増えていますか？そうですね。問い合わせはあの数はきちんとカウントしなかったんですが、体感として。3割ぐらい増えてるのかな？うん、あの問い合わせ自体はすごく増えてますね。はいで皆さんあのもうずっとステイホームで。 あのーまあ、さ、ね、寂しかったり暇だったり時間が余っていたりそういうところでやっぱりこう癒しが欲しいって、まあ、私自身もねこの1年間で何度か「はい、あ猫が欲しい」って独り言をつぶやいたことあるんですけれど <laughs> やっぱり皆さんそういう動物と触れ合いたいという気持ちが高まってるんですかね。やはりテレワークが推奨されるようになって、うん、今までずっと家にいなかったので。 あの動物を飼うことを諦めていたっていう方からの問い合わせがすごく増えていて、はい、あとは、まあ、去年の,あの緊急事態宣言が初めて出たあとはその散歩のパートナーとして犬が欲しいとか、はい、そこに、ねね、遠くに行けない多から。う ざっと、まあ、体感でいうと3割ぐらい増えていて、はい、でそこからあの、まあ、トライアル期間など経て女王と新しい家族に結びつくケースも増えてるんですかそうですねあのそこからスムーズにいければいいかなと思ったんですけれども、はい、結局その私、今のこの新型コロナってあの災害と一緒だと思ってるんですよ。はい、で実際に地震の 直後の被災地のペットショップって、ものすごく賑わうんですね。<ー>皆さん、大きなストレスを感じた後に、なぜかペットを飼うんです。はい、そうなんです、ね、はい。ただ、それは生活基盤が安定しない時に飼ってしまうので、動物側から見たら、すごくリスクが高いじゃないですか。なので、今飼い始める人が、あの、たまたま今のタイミングに重なっただけで。 あの前の子を見とったのが去年で今からまた次の子を飼うんですっていうならいいんですけれども今までも12時間以上仕事で家にいなかったのに今なら帰えるって言ってきた場合とかあと年内は多分テレワークなんですとかそういう方にもらってもらうとでテレワークがいつ解消されるかわからない出勤しなきゃいけなくなるかもしれないってなるとまた動物の環境が変わってしまうし。 あと下手するとあの業界によっては今あのものすごく厳しい状況に置かれているので収入が減ってしまうかもしれない、うん、そうすると扶養家族を増やすっていうことなのにすごくあのリスクが高いことをしてますよって感覚なので、はい、あのかえって応募は増えているけれども出す等数はすごい減って 減らしていてい<ー>家族構成とあと職種をチェックして、うん、あとそのコロナの前の留守番時間ですね、うんはい、在どれぐらい在宅でいたのかとかあと飼育経験があるかとかをチェックして、うん、かなり慎重にしているのであのちょっと逆にペースを落としています。なるほどあのー まあちょっとこう当たり前かもしれませんけれどまあちょっと当たり前かどうかちょっとあのすいませんあのこういったそのまあ動物が欲しいっていう人がまあどこに行くかっていうまあ日本ではまあペットショップっていうオプションもありますけれど、はい、まあペットショップや友森さんがやってらっしゃるこのえ事業ではその動物が欲しいって思った人にどれぐらいの,その今おっしゃったような。 こういうコストがか,かりますよこういういニーズがありますよっていうことどれぐらい情報を皆さん、えー、受け取ってから、えー、新しい家族を受け入れるのに進むんででしょうかそうかそすね本来はペットショップもその動物保護団体も、うん、あのきちんと生涯でどれぐらいコストがかかるかとかどれぐらい介護が大変かとか、うん、その犬種に多い病気猫種に多い病気っていうのを説明しないといけないんですけれどもほとんどのペットショップは。 おそらくくやってていなくて<ら>保護団体の方はまあ比較的、うん、あの全然商売じゃないので急いでいっぱい出すっていうよりはせっかく保護したかわいいなんとかちゃんを、まあ、別れるのが寂しいけれども出すわっていう感じなので、うん、あのかなり厳しいことをやっぱりねそのまあ買う買うとなれば。 その生涯ね、最後まで付き添ってほしいというのが、まあ、そこの思いがあると思いますので、そこはね、やっぱり、あの、何でしょう、あの、嫁に出すじゃないですけれど、そのね、大事に、ね、大事な子供をちゃんと、ね、え、責任持ってほしい、持ってくれる人に預けたいという気持ちがそこにあるんですよね。はい、で、やはり、その、まあ、この、コロナ禍で、やはり、その、まあ、人肌寂しいねとか、こう、癒しが欲しいな、誰かと。 一緒にいたいという気持ちからこうペットを迎え入れたいという人が増えている中で、えーまあ、今後、なんでしょほ、まあ、他にコロナによる弊害、えー、そのコロナだからちょっとペットのケアが難しくなっているっていうようなことはありますか、はいあのーまあ、最近はあのーまあ、緊急事態宣言とかその感染対策にだいぶ皆さんが慣れてきたっていうのもあって。あのー やや改善はしてるんですけれどもその去年の緊急事態宣言の間に、はい、あらゆる商業施設が閉まってましたよね、はい、でペットサロンもあの閉まりました、うん、で動物病院は開けてたんですけれどもその中でペットショップがなぜか開いてたんですよ<ー>でその緊急事態宣言でみんなが外出してない時に動物を買ってくる人が結構多いて生活必需品のつもりなんですかね <laughs> で買ったら あの動物の環境が変わるので、うん、多少体調を崩すすじゃないですかまあ最初はね慣れない環境にそう、はい、動物病院でに連れていくのに外出しなくてはいけない、はい、で犬のしつけに大切な時期なのであの飼い始めで一番大事な時期だからできればトレーナーさんの家庭訪問を受けて犬の取り扱いを飼い主さんが学んでくださいって言って。 トレーナーさんを紹介しようとしたら、はい、いやいやちょっと緊急事態宣言怖いので家庭訪問はやめてますって言われて、はい、であと急にあの需要が高まったというか、うん、ま皆さんが買われたのであの普段多分こういう子は売らないんじゃないかなっていうようなちょっと大きなトラブルを抱えた。 がが販売されることがあってそ病気とか既形ですね。はいうん、でこれはうちの病院で手に負えないからちょっと専門医に回そうとか<ー>大学に送ろうってなった時に、はい、大学に問い合わせをしたら「今緊急事態宣言中なので、はい、初診は受け付けてません」とか、えー、<laughs> 件数を絞っているので感染対策で。うん 予約が3週間後になりますとか言って、うん、あの普段だったらすぐに受けられた高度医療が受けられないとか、うん、なので大事な成長期にあのしつけについての知識を得られない必要な十分な医療は場合によっては受けられない、うん、であとあの社会科に大事な時期なのでワクチンが終わってない子に関しては抱っこしてお外を歩いてもらって、はい、近所の人に会わせてもらったりとか。 すするんんですけれども、まあ、そんなこともできないないのでものすごくハンデがある状態で飼い始めてしまった子たちがいるので、はい、その子たちが今後成長してどうなっていくのかなっていうのは、うん、あの私の方でもとても関心があるんですけれどもまあねやっぱりその動物かわいいっていう気持ちだけじゃ勝っ 買うと大変なことになることもあるんだなという気がしますね、うんまあ、もちろんみんながみんなね全ての場合であの、ね、あのそういうことにならないかもしれませんけれど、はい、やはりその、まあ、子供を作ると同じぐらいの感覚で考えてもいいんじゃないかなと私個人が思うんですよね、はい、あの命を預かる責任を持つということだからじゃあ、まあ、何年ぐらいのスパンでどれぐらいのお金や えー、まあ心理的ケアが必要なのかとか、そういうことがまあまず一般常識としてこう、はい、もう少し出回った方がねその人間にとっても動物にとってもいいんじゃないのかなって思う。そうですね。私もあの人間の子供よりは当然動物の方が手がかからないんですけれども、同じような感覚でいて、特にまあ犬の平均寿命で16歳っていうと。 子どもの義務教育が終わったぐらい、うん、まあその期間は責任を持って向き合わなきゃいけないわけじゃないですか、うん、でも子供を産むとなるとそれを考えていや中学出るまででも大変だなとか皆さん結構ためらわれるのに、うん、犬猫だと簡単に帰ってしまうのが少しそこがこういう問題に関わってきてるのかなっていう感じですよねまそれでも責任を持って大事に えー、育てたいペットを飼いたいという人には遠森、えー、さんだったらどういうアドバイスを、まあ、その初心者の方特にねどういったアドバイスをされますか、はい、あの初めて飼うととなると皆さんあの もう子どもの頃からの刷り込みで街中にペットショップがあったじゃないですか、はい、でショーケースには子犬子猫が売られていて生後2か月とかすごいもうなんかふにゃふにゃしたようなうね,うねなんか八百屋さんの野菜じゃないのって今になると思うんですけど <laughs>、はい、それがかわいそうじゃなくて普通の光景になってるので、うん、なんか動物を飼おうって言ったらあそっかペットショップかってなるじゃないですか、はい、なので皆さんまずペットショップに話を聞きに行ってみようってなってそこで子犬子猫を 抱っっこさせられれて買ってしままうんですけれども、うん、まずペットショップにあの動物を飼おうと思うんですって相談に行ったらいいのが来たいいのが来たっていう感じですごい <laughs> 都合よくお店で売りたいこう勧められてしまうので商売です。なのでまあ可能であればあの今全国に動物保護の活動をされてる方がたくさんいらっしゃって、はい、そういう方っていうのは商売じゃなくて動物のことを 本当に思っているので、うん、あのそろそろ犬か猫を飼おうと思うんだけどっていうのを相談していただいて、はい、あのそこにちょうどいい子がいれば譲り受ければいいですし、うん、希望した時にすぐのすぐ飼、うん、わなくてもいいと思うんですよねじゃあ半年ぐらい待ってみようとかうん、うん、それぐらいゆったり準備をして迎えてほしいのでまずその。 動物といえばペットショップっていう思考回路はやめていただいて、はい、行かないまず。うん、であのきちんと動物と向き合っている人に相談をして、はい、であの保護施設とかあと行政の方でも里親会みたいなのもされているので、うん、そういうところにあのすぐにもらわなくても見学に行ったりできるので、はい、まず見に行ってもらうといいかなって思います。うん、なんかねその イメージトレーニングって言いますかそのじゃあ自分が犬を猫を飼ったらどんな生活になるだろうってどういうふうに日々の習慣が変わるだろうっていうのをちょっとね、まあ、あのさいまあ今いっぱい情報がありますから、はい、ちょっとそういう人の話を聞いてみるとか、はい、いろんな人の、まあね、YouTube で動画を見るでもいいですけれどその動物を飼う,飼うというリアルを。 ちょっとね。情報収集する。うん、で、もしあの受け家族としてね。あの迎え入れた後でちょっとトラブルがあるとかこと。ここがちょっとなんかよくわからないって。時は何かこうその元からえー、ま譲渡をされた団体にそういうちょっとアフターケアと言いますか。はい、ちょっと相談っていうこともできるんでしょうか？そうですね。保護団体に相談をしていただいてもいいですし。 あとはあの保護団体もそこまで余裕がないところばっかりなので、うん、一頭上としては次をすぐ受け入れてたりするので、うん、あの今後生涯にわたってあの助けてくれる獣医さんの存在っていうのがすごく大事で、うん、ホームドクターを早く作っていただいて、はい、まず動物を迎え入れたら獣医さんに行ってほしいですね。はい、でこういついつ来て今体重がこれぐらいでって言ってで健康診断を受けて。 そうすると例えばしつけの問題とかでこれに困ってるんですって言うとトレーナーさんを紹介してくれたりとか、うん、あの専門家のアドバイスをもらえるのでネットで情報を収集して何とかしようとかってやってるとうん、うん、意外とあの間違えた情報が多いのでっ、はい、やっぱり信頼してあの今後その子を見とるまで。うん あのアドバイスをしてくれる先生っていうのは早めに見つけた方がいいですね。なるほどじゃあもうペットを迎え入れる前よりも先にうちの近くにどこに獣医さんがいるだろうっていうのを調べるのもいいかもしれませんね、はい、特に犬を飼う方だとあの犬を飼ってる方って獣医さん情報にすごく詳しいので、はい、散歩しながらちょっとお政治でもいいので「うん、わ可愛い,いワンちゃんですね」って言うと絶対止まるので。<laughs> はい で今度うちも犬飼おうと思ってるんですけど病院ってどこ行かれてますかって言うと大体、うん、わーってしゃべって教えてくれるのでほうほうそう何回かかわいいですねって言いながら繰り返すと、はい、ちょっとね怪しい人に思われないように情報が収集できるので、うん、そういう感じで近隣で良さそうな病院を当たりをつけて、うん、で迎えたらすぐ行けるようにしておくと安心ですね。なるほど、ね、はい、はい 分かりました、えー、このあとも引き続き、えー、ペットとと共にに生ききるについいいいてて考えていきたいと思います皆さんからのペットにまつわるエピソードをまた、えー、今飼っている子、えー、家族として迎えた子に関する、えー、悩み事やこれってうちだけということもありましたら是非、えー、教えてください。 えここでこの後リモート出演してくださる矢野明子さんの曲をお届けしたいと思います矢野明子さんで湖のふもとで猫と暮らしている お送りしたのは矢野明子さんの湖のふもとで猫と暮らしているでした皆さんからのメッセージお待ちしておりますメールはローマ字で明日の atmark tbs.co.jp ツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジファックスは0355620954ですこの後は矢野明子さんにコーリング 明日,コ明日のカレッジ。明日のカレッジ。明日のカレッジ。ラジオと YouTube ライブでお届けしています。学びの時間、明日のカレッジ。今日のクラスはペットと共に生きる。 ここからコネクトするのはシンガーソングライターの矢野亜子さんです矢野さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますこちらこそはい、えー。矢野さんは友森さんとも以前から動物仲間ということですが <laughs>、えー、<laughs> 矢野さんはあの猫派というふうに伺っていますがずっと猫ちゃんと暮らしてるんでしょうかあの犬も猫も 両方とも好きですがやはりライフスタイルから行くと猫が飼いやすいので、はい、結局は猫と一緒にいることが多いですあ、そうなんですねあの矢野さんにとって猫と暮らしやすいライフスタイルってどんなものですか結局仕事が旅が多いですし、うんえー、ねなかなか ね、犬を飼えばお散歩も必ずしなくちゃいけないし、うんえー、ちゃんとその犬に合わせた生活っていうのは必要ですが私の場合はもう、ね、曲を作るとかそうなったら散歩なんか行ってる暇ないわとかそんなことを犬にはできないので結局、うん、は。 猫がいいですね。そうなんですね。矢野さんにとって猫っていうのはどんな存在でしょうか？えっとまあ、家族。まあ、私は一人で暮らしているので、このまあ、パートナー、うん、家族ですね。はい。はい そんな矢野さんはあの猫、まあ、動物をテーマにした曲さまざまなものを出していますが、はいえー、特に私がすごく好きなのが「えー、ソフトランディング」っていう猫をテーマにした、えー、曲でしたのミュージックビデオが猫好きの聖地と言われれるる共和国でで撮影されてるんですよね、まあ、この島、えーまあ、この国はあの70万匹の猫が暮らしてるって言われてるんですが。 今ねバックで流れていますソフトランンディングあの矢野さんにとって作品作りに動物、まあ、または猫っていうのはこうインスピレーションなどを与えてくれる存在なんでしょうかえっとそうだともそうでないとも言えますが結局家族ですから、うんえー、例えば自分の夫が。 うん、夫のことがすごく好きで好きですべ、はい、てのラブソングを夫に向けて作ってるって人もいるでしょうけれども <laughs> 意外とそうでもなかったりって、はいう、えー、人はいろいろなふうに撮るわけですからまあそのインスピレーションというよりは、えー、そのものを作る意欲のもとになるとかそれからあの今までもこうやってお話出てましたが。 えー、自分という人間をこう慰めてくれるとか、うん、そういう,こう支え合うとか、はい、そういう存在としては、うん、とても大きなものだと思います、はいまあ、まさに家族パートナーってことですよね先ほども友森さんと話をあのしていますようにやっぱりその動物を飼うって意外とお金がかかる だからこうお仕事頑張らなきゃというそんな意欲のもとにもなるのかななんて想像してます。うん、そうですね。あの金がかかるっていうことは絶対にこう外せない要素ですし、えー、自分の生活とそのペットの生活っていうのはこうほぼ同じ分量っていうか、うん、自分の生活を優先するからペットは。 えー、その、まあ、付属物っていうかね、うん、それとして先ほどもあったその今度猫の飼えないとこに引っ越すからこの子いいちょっと連れていけないんですっていうのは私としてはそれは本末転倒だろうと思っちゃうんですけどね。うんうん まあ家族だったらそういうことはしませんよね、ちょっと引っ越すからもう子供は連れていけないわとか、あなたとはもう離婚よとか、うん、<laughs> そういうことにはあんまりならないと思うんですけどね、ね動物だとそういうことが、ねね、たまに起きてしまう。えところで、矢野さんは、うん、あの普段はニューヨークを拠点にされていますが、ニューヨークに住んでる人が猫を飼いたい、はいまあね、犬でも猫でもいいですけれど、動物を飼いたいという時は、どういう手順が一般的でしょうか。 あのもちろんペットショップでそのこのガラスの、ね、箱の中が入ってる、えー、マルチーズを買ってくるっていう人だっていないわけではありませんが少なくとも私の住んでるアパートで、えーえー、犬猫飼ってる人非常に多いですが、はい、えとほとんどはやはり保護団体から何か買おうと思ったら保護団体に相談するって人がほとんど。 それもあの、ね、先ほど、知森さんから伺っているようなそのあの動物が欲しいんですあはいじゃあどうぞっていう感じではなくどんな家族構成ですかとニューヨークはこう、まあ、意識が高いっていうか動物に関してもで特にマンハッタンなんてアパートが小さいですから。 どう、どういうふうに、そう、こう暮らしていくかっていうことは、飼い主の人も私は意識は高いと思いますね。うん、それで、えー、っと、この前も、うちのその近所の人は、えー、っと、大型犬が好きで、はい、それ、ね、で、そのポインターとのミックスかなを、えー、っと、もらって。 もらっっててきたっていうか、はい、そうなんですがもともとやはりちょっとあの精神的っていうか神,神経がすごくこう過敏で難しいかもよって言われて、うん、で,でやっぱりトライアルで2か月ぐらい頑張ったけれども、はい、やっぱしダメだったのよってことをそれをあの アパートの掲示板があるんですけどね私たちはい、はい、<laughs> そこにちゃんとて手紙っていうかそうこ,うこ,うこういういきさつで,でいつもみんなエレベーターの中で会った時声かけてくれたね、あのー、リリーちゃんだけどやっぱし返すことになったのっていうそうい,そういうのをちゃんとこう書いてうんそしたみんなも「ああそうじゃあ、あのー、また次にご縁があるといいね」とかなんかそんな感じでね。うんだからあんと 決してその付属物のように考えてまあなんかそのねアメリカで暮らすというまあそのイメージだとね大きな庭付きの一戸建てというと,ところばかりではなくやはりその、うん、お先ほどおっしゃったようにこうマンハッタンの、えー、ようにまあ狭いアパートでも、うん、まあその環境に、うん、環境とライフスタイルに合った動物を、うん え迎え入れようという意識がニューヨークでは割と一般的にあるという感じなんです、ね、私はそう思いますそのような、まあ、シェルターや、えーまあ、保護団体は、はいえー、結構もう、ま、どの街にもあるようなものなんですかはいありますねあのマンハッタンの中にはかなり古い歴史を持つそのシェルターが、あのー、2つ 三つぐらいあるかな。はい、それから一つは猫に特化してますし、うん、それそれからあの全米の中でも非常に大きなあの影響力を持つシェルターもあります。はい。そうなんですね。はい、まああのニューヨークと日本でまあ猫と暮らす、えー、スタイルを比べたときにどういったところが違うなって感じますか？ うーんと、まあ、基本的にねやっぱりあの身勝手な人もいるしね、うん、いないわけじゃないですやっぱりあの夏の引っ越しシーズンになると,、えー、と持っていけないって言うんでちょっと猫を、うん可愛がってくれそうなお金持ちのビューディングのところに置いてく人とかねそういう人もいるんですって。うんうんうん でもうんと例えば犬を飼ってる人であればかなほぼ必ずトレーナーをつけますしそしてだから散歩の時に向こうからもうャンャンギャンギャン泣きながら来る犬とかそういうのはあんまり見ないっていう,うしっかりその、うん、まあ子供を教育するような感覚でしっかりと基本的な。 ほも吠えない<う>かまないいまそうです,、ね、うですからです、ね、エレベーターの中で一緒になった時にこうなんかそわそわしてるとあじゃあこの子トレーナー これかから行くのとあとはあの「うちのトレーナーすごい良かったわよ」とか、うん、アンにそういういのこうピッと言ったりとかね <laughs> やっぱりね動物を飼ってらっしゃる方同士のそういう情報交換とか交流って結構あるんですね。いすはい、はい、ありますよ、はい、最近あの以前あの矢野さんが、えー、ペットと共に過ごす時間についてこんなツイートをしてたんですがちょっと、えー、読ませていただきます。 ペットが死ぬ時が辛いから飼えないっていう意見ごもっともと言いたいところだが私は違う考えです経験から言うとペットと共に過ごす有意義な時間彼らが私たちに与えてくれる生きる喜びはさよならしなければいけない時の悲しさを補ってあまりあるですよとツイートされていましたがこれはやはりあの長年その 一緒に、えー、連れ添ったた動物たちと最後まで行ってで最後にはさよならをしなければならなかった経験からつぶやかかれてるんでしょうか、えー、そうですねまあ永遠に生きた犬も猫もいませんからね、うん、いつかはそうその、まあ、わ私が先か <laughs> <laughs> 猫が先かっていうこともありますが大抵の場合は猫が先に、うん、あの行きます。 がそれをちゃんと見と見ることそして、えー、もうこれ以上、まあ、うちの場合はがんが多かったですけれどももうこれでここまでお金もそして感情的にも、えー、費やしてそして、えー、のもう限界この子も私も限界かなと思ったらやっぱりあの注射をしてもらってそういうことも それは私は飼い主の責任だと思っています。はい、ともさん、矢野さんのお話聞いて、どう思いますか。そうですね。あの矢野さんがその前に飼われてた子。う見取られたお話をしてくれたことがあって。うん、で。特にあの。東京よりニューヨークの方が、あの獣医療の医療費が。 多分桁が違うので普通その矢野さんほど検査とか治療をする飼い主さんって多分あんまりいないと思うんですよね。でその中で希望して治療をされて、うん、で、うん、最後の最後もうこれで終わりでいいかなっていうタイミングで眠らせたっていうお話を聞いてまあよくぞその。 ニューヨークでそこまでやられたなっていうのと、はい、あとあのそこが日本人がすごく苦手な部分で、うん、あのとても苦しんでいて苦しみをもう終わらせるすべがない例えば痛め止めがもう効かないとか吐き気が抑えられないとか、うん、呼吸が苦しくて苦しくて、うん、酸素吸入をしてもしんどいとか、うん、そこまでなってしまった時にも。 なかなか決断できない飼い主さんの方が多いんですよ。うん、まあそこはまあ日本人内の優しさとか文化だと思うんですけれども、はい、ただやっぱり自分がその動物だった場合どう思うか、もう勘弁してくれと思ってると思うんですよね。はい、で、動物はその選択肢を知らないし、自分で注射もできないので、そこはやっぱりあの声なき声を一緒にいることで汲み取ってあげて。 まあ、すぐのすぐ安楽死をする必要はないですけれども、はい、あの一緒に戦いながらも、うん、あの、うん、穏やかな終わり方を探してあげるっていうのが、はい、やはり家族としてそうです、ね、う大事だと思いますはい、はい、矢野明子さん今日はお話どうもありがとうございましたはい、ありがとうございましたはい、えー、矢野明子さんは三味戦奏者の赤妻博光さんとのユニット 矢野とでで現在ツアー中です東京公演は5月21日東京文化会館大ホールで開催予定ですこちら配信もありますのでぜひチェックしてみてくださいここで一曲お届けしましょう「矢野と吾妻でお手もやん」 明日のカレッジキニマンス塚本仁希です今日のクラスはペットと共に生きる講師は友森涼子さんですここまでの話を聞いて疑問に思ったことを思い出したこと何でも構いませんあなたのペットとのエピソードまたはこんな動物が飼いたいんですけど大丈夫でしょうかなどいう悩み相談もお待ちしております Twitter はカタカナでハッシュタグ明日のカレッジメールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp あなたの声をお待ちしていますこの後はネキーズグリーンエングリッシュです Hi, everyone. ここからは地球環境に関する最新のトピックからすぐに使える英語フレーズを学んでいくニッキー Green English の時間ですそれでは早速今日のトピックを check it out! ニューヨーヨクのトトレレンド三ッ星レストランド星スラ営業再開後はビーガン専門に新型コロナウイルス対策の規制により休業しているニューヨークの有名レストランイレブン・マディソン・パークが営業再開後はビーガン向けに特化したメニューへ移行する方針を明らかにしましたこれまでは鴨の丸焼きなどで知られていましたが再開後は動物性の食材は一切使わずに 野菜や海藻豆類やきのこなどを使ったメニューに切り替わるそうです近年環境に配慮した食材や料理への関心が高まってますが有名店が完全にヴィーガンに移行する例はまだほとんどなく今後のレストラン業界の動きにもどう影響するのか関心が高まっていますさて今日のこの話題を英語で言うとこんな感じ Trend Setting Restaurant Eleven Medicine Park will soon become totally meat-free. 今日は最初に出た trend setting をピックアップします。trend setting スペルは -E t-r-e-n-d そこに setting s-e-t-t-i-n-g をつけて trend setting 流行を作り出す広めるなどといった意味です日本でも昔はトレンディドラマなんてありましたがトレンドは流行流行りといった意味を持ちますその流行を作る定義するという意味で「trend setting」なんです新しい流行を作る人のことを「trend setter」 と言います例えばファッションの先駆者だったら a fashion trendsetter ですねそれでは今日は「trend setting」を言ってみましょう。Repeat after Nikki:Trend setting.Yes, sounds good! トレンドの TR の発音がポイントです。もう一度。 Trend setting.Perfect! 最後にもう一度トピックニュースをゆっくり読んでみましょう。ニューヨークのトレンド三つ星レストラン営業再開後はヴィーガン専門に。Trend setting restaurant 11 Medicine Park will soon become totally made free. 今日のネキースクリーンエングルスはここまで。しっかり復習したい方はポッドキャストでアーカイブしています。通勤通学、お仕事や家事の合間に、どうぞまたチェックしてください。see you next time。 ラジオと YouTube ライブでお届けしています学びの時間明日のカレッジ今日のクラスはペットと共に生きる講師は株式会社ミグノンプラン代表の玉森涼子さんです引き続きよろしくお願いします皆さんから、ね、いろいろ質問など、えー、来ておりますがまず最初の、えー、メールいただきましょうこちら猫三匹と一緒に暮らしているうるさい猫三匹さんからです えー、私が知りたいのは災害の対処と普段の病気の対処と接し方が知りたいです。災害時の対処、病気の対処、これも猫三、ねね、匹もね家族だと大変ですよね。うん、あのー、まあ病気の対処については特に猫の場合はあのー、なんでしょう症状を隠す動物なので、えー、犬よりわかりづらいんですね。はい、なので。 調子が悪そうだなと思った時にはもう末期的な症状だったりするので<ー>早めに発見するためにやはり定期検診を、うん、あのきちんと受けていただくってことですね。定期検診は年に一回と,かと。年に一回ぐらいでいいんですけれども、まあ十歳超えたら半年に一回は受けていただいた方がいいですね。はい。それであの状況を把握しておいていただいて、特に三匹飼ってると。うん あのどの子が下うんちかおしっこかって分かりにくかったりするので、うん、血液検査だけではなくて尿検査もきちんとしていただけたらと思いますうんそうか早め早めに、えー、見つけられた方がいいってことですよね,そうですね災害の対象というのは、まあ、例えば えまあ、地震などがあった場合、こう動物と一緒に避難できる避難所っていうのは。まだまだ限られてるって聞いたことがあるんですけれど。はい、ああ、そういった場合はどうしたらいいでしょう。そうですね。ただ基本的にもう、あの。一緒に逃げてくださいっていうことに、今はなっているので。はい、あの飼い主さんがそれに備える必要があります。うん、なので。あの、特に猫の場合は、キャリーバッグに入れられない子が多くて。はい。 地震でガターンって揺れて異変を察知すると、猫って身の危険を感じるとまず逃げる逃げて隠れるんですよ。はい、で隠れて出てこない。うんうん、例えばベッドの下の奥深い隙間に入ってしまって、うん。 連れれて逃げたいけれども手が届かないそでので、ね、ビビっっちゃってるから、はい、なので猫を飼ってる方は家中の猫が入り込んだら自分の手が届かないところを事前に塞いでおく必要があって、はい、家具の転倒防止はもちろんなんですけれどもとにかく逃げ込ませないっていう,うに普段からと環境を整備しておいていただいてあとはあの病気になった時に獣医さんに行く時にも必要ですので。 普段から洗濯ネットとかに入れてキャリーバッグに入れる練習をしておいていただいて、いざとなったらバット連れて逃げられるようにする。洗濯ネットってこうスポット類の感じですか？あ,かあのそうなんです。はい、猫を飼ってる人には結構常識のアイテムなんですけど、そうなんですね。はい。あの猫って袋状のものに入るとまあちょっとおとなしくなる習性があるので、はい、裸でというか素の猫を、はい キャリーバッグにパーンって入れるよりは一回袋に入れてキャリーに入れた方が暴れないしあと避難所に運んだ時に一時避難はとにかくキャリーのまま一緒に行くしかなくって揺れが収まって大丈夫だなってなったら今度家であらかじめ用意しておいた持ち運び用のケージそれも自分で準備する必要があるんですけれどもそれを避難所に持ち込んで。 あの動物を置いていい場合はそこに設置させてもらって、猫を移すんですけど。そこでやっぱり猫が裸で入ってると、はい、ケージに移そうとしたときに、ビャーって逃げちゃったりするので。まず洗濯ネットはすごく、大事なので、はい。<laughs> 猫と洗濯ネットはセットだそうです。等数分以上ネットを買ってください。はい。はい、あ、それは初めて知りました。ありがとうございます。はいえー、こちらツイッターのおはなはんさん。 ペットを飼う前に、教習所のようなところで飼う心得を受講することを義務化させたらいいのかな。私もそう思いますね。そうなんですよですそれを、実は、あの、今回改正された法律の何年前だ、四年ぐらい前から。私、あの署名活動をしていたんですけれども、うん、法改正に対する、まあ、要望ですね。その中に、そういった飼い主の。 資格制度、うん、まあ緩やかなそ資格制度を作ってとにかく講習を受けるようにあの命を預かるっていうことですししかも人間じゃない違う習性を持った生き物を預かるので言葉も通じない、うん、分からないで飼ってしまうことがそのまんま、うん、ずっと起きていることが不思議で、うん、やはりそこはきちんと勉強した上で。 あの飼ってくださいっていうふうに今後法改正ができたらなっていうふうに思っていま,す、はい、まああのー、2年前にね動物、えー、愛好管理法が、はいえー、まっ改正されましてまあそ,それまでもねあの、まあ、私も 少しだけその、まあ、ボランティアとして団体に携わったことがあるんですけれど、まあ、いろんな動物に携、ね、関わる人たちが長年の、えーまあ、ロビー活動をなったりして変わったところもあるんですけれど、えー、まだまだ改善の余地はあるということでしょうか。そうですね今回回、まあ、数値規制とかあとかあ大きく変わったのが前回はあの 夜間の展示販売が禁止になったので、うん、深夜営業用のペットショップがありました、ね、夜中に犬猫売れなくなったんですよ。繁華街の通販も今表向きダメになってて、はい、でその後その生後8週例未満の幼い犬猫を親から引き離して販売してはいけないっていうのが前回の,その5年前の法改正で通ったのに、はい、不思議な力が働いて。はい あの通ったのになかなかいつからそれが施行されるのかわからない状態だったのが今回の法改正でやっとあのそれが現実化したの実現したので、はい、やっとその8週連続未満のひどいと生後35日とかで親から離されて売られていたんですけれども、はい、あの少し改善されるとあの幼い。 頼りない状態の動物が流通しないことになるのであの途中で命を落としてしまう子が減ったりとか、はい、動物側にはメリットがありますし、うん、あの大事な時期をその異常な環境で育ったために育てにくい子が量産されてるんですけれども、うんはい、それで飼ったけれども飼いにくい育てるのがとても大変だっていう問題が起きるのを防ぐことができるのでうん、うん、人間側にとってもあの少し少し いい流れになったかなっていうのは、まあま,まあその背景にもねおそらくまあ動物は赤ちゃんが一番可愛いっていうそういうイメージがやっぱり強いからじゃないかなって思うんですよ。まあ実際にねその写真とか映像で生まれたてほやほやの、はい、もう目がもうまだ開いてないようなね、うん、ワンちゃん猫ちゃんもう本当にもうキャーってもう可愛いですけど、やっぱりその親とか兄弟と一緒にその生後 しばらくはこう社会的スキルとかこう、ね、あの猫として犬としてのでしょう基本的なことを身につける前にあのいろんなねその業者さんを経由してショップに並んだりするとやっぱりちょっと何,何かこう後,後々おかしくなっちゃう場合があるっていう,そうですごく 分かりりやすく言うと怖がいろんな変化に対してあの耐性がない、はい、なので物音も怖いし知らない犬も怖いしっていう感じで怖がりの子が増えてしまったりとかして怖かったら吠えたりとか、うん、あ,のありますよねあの緊張して動かなかったりとか、うん、なので。はい あのそこは、まあ、業界も良くないんですけれども消費者のニーズがあるから、うん、幼い子幼い子を流通させようとしているわけで、うん、あのなんでそんな悪い流れになっているのかなとずっと疑問に思ってたんですけれども、はい、最近気がついたのが、うん、あのここ数年東京都で血のみご子猫の殺処分がすごく減っていて、はい、あの今まではもう毎年春になると 大量に血のみを受け入れて次から次にミルクをやって離乳してワクチン打ったら譲渡買い出すっていうもうなんか流れ作業みたいになってたんですけども、はい、最近問い合わせが来ても子猫がいなくて、うん、1>, 1歳の子ならいますみたいな感じで言うと「はい、子猫がいないんじゃいらないです」みたいに言われて「<い>あれ猫が欲しいんだよなと思って」子猫が欲しいんですってて聞くと、はい 飼ったことがないから子猫がいいんですって言われるんですよ初心者私は初心者なんです全く猫のことがわかりませんまあ犬の人もそうですよね私は犬の知識がないのでなるべく幼い子から飼いたいって言うんですよそれは私人間付き合いが経験ないんで赤ちゃんと接したいですって言ってるような赤ちゃんと接したいですとかなのでまあ滅多にないことですけど例えば何らかの事情で 子供を一人預からなななきゃいけないけっってなった時に私も子供を産んだことないですけど、うん、生後、まあ、半年の子と2歳の子と小学校3年生とその3人から選べって言われたら、うんはい、私だったらちょっととりあえず小学校3年生を選んであと2回目のとりあえず自分で、うん、自分のことやってくれて、まあ、ご飯とかな何とか用意してあとな何が必要なんだろうっていう感じですけど怖いから。 生後半年の子はちょっとねもし体調の変化があったら対応できないし赤ちゃんってどうしたらいいかわからないから、うん、それは避ける 2>,、はい、で2歳児もなんかもういやいやーみたいになったりとか、あのー、あとずっと相手をしててあげなきゃいけなかったりとかで絶対大変そうだから避けるじゃないですか、うん、でも犬猫にななるとなぜか。はい まあ、多分体が小さいから力で何とかなると思うのか、えー、なるべくちっちゃい子幼い子がいいって言われたりとかあとなんかそのちっちゃいうちからだと、うん、こう懐いてくれるっていうそういうア、ね、発想もあるんですかね大人だとちょっとこうもう自我が保あるからこう懐かないかもしれないっていう。はい、それはありそうですね懐かないからとか、うん、あとまあゼロから多分自分に染め上げたいのかなっていうのはあるんですけれども。うん、知識ががゼロの人が 自分の思い通りに染め上げるとどうなるかって想像するとちょっと怖いものがあるのでまあその初心者の方に関してはあのできれば子犬子猫にこだわらずあの性健静病でもあの必ず慣れてくれる子はいるのであのその子の気質によってね時間がかかっちゃう子はいますけれども、うん、なのであのペットショップだとどうしても子犬子猫しかいないんですけれども、うん、保護施設だといろんな年齢の子がいるので。 この年頃だとどうなんですかみたいなのを聞きに行って、はい、まあ例えばテレワークになって暇になったからといって一、うん、日中仕事をしてないわけじゃないじゃないですかそうです、ね、意外とね猫ってパソコンのキーボードに乗るの,乗るの好きですよね乗りますし、ね、あ, <laughs> あとね髪を破く子とかもいて、はい、大事な書類に限って <laughs> 限ってなんか噛んでたりとかするんですよね、はい、なのであの自分が仕事しながら本当にきちんと世話ができるかとか、うん、あの よく判断していただきたいので、その大人の猫大人の犬も含めてよく検討していただけたらなと思います。あの決して飼うなとは言わないんですけど、はい、あの初心者だからとにかくちっちゃい子っていうのは逆に危ないですよっていうのは伝えたいですね。はい、はい、ありがとうございます。 はいこちら、えー、ツイッターの A さんです、えー、子供の頃から鳥を飼う,飼うのが夢で、えー、昨年から在宅勤務になり、えー、そしてこのまま続きそう何度も今なら差し餌もできると思ったけれど今のところ踏みとどまっている自分が病気になったらと思ってしまうでも飼育本買っちゃったというそうですがはい、はい、すごくいい相談ですね。うん、あのー そう鳥もね、あのー、私飼ったことなかったんですけど今保護をしていて、はい、非常に賢くて可愛いんですけれども、うん、あのー、サロンには今鳥尾っていう鶏がいて鳥く君はちょっと犬っぽいんですけど <laughs>、はい、で病院の方には菊池由紀子っていうアヒルがいて「<laughs> 菊浮子」うき子っていう、ね「浮<き>に子供の子」って書くんですけど <laughs> ネーミング素敵ですね。 えっと、ありがとうございますなのでその亜希子ちゃんはちょっと性格が猫っぽいんですけれども、うん、不思議で自宅にあの土田っていう名前の小桜インコを保護してるんですけど、はい、なんで家にいるかっていうと、うん、ものすごい鳴き声がうるさくて犬よりうるさいんですよ。うん、どんなえやっぱりキエーとかなんかあのちょっと普段鳴泣いてる声は ジジュッジュビビみたいなこう耳に引っかかるような声でずっと泣いててで人が土でどうしたのとかって話しかけると嬉しくなってなんかピルルルルみたいな可愛い声で泣くんですけどうるさくて職場にいたらもう電話も聞こえないのでそれでやむなく自宅で保護をしていて。なので 鳥ってすごく美しいイメージがあるんですけれども鳴き声の問題で結構トラブルを起こしやすいのとすごくねやっぱりあの群れで生活したりとかパートナーが必要な生き物なのでどうしても保護するときに1話で保護をするんですけれどもパートナーを求めて寂しがるので人が一緒にいてあげないと、はい、あの寂しくてなんかあのフェンスを噛んでたりとか<ー>そういうのでうちはなるべくその。 土田を留守番させないように、はいうん、夫婦で見るようにしてるんですけど、はい、でその今ちょっと踏みとどまって考えてくださったのはすごくいいことだと思うので、うん、もし今後ね環境が変わられてあの鳥も10年ぐらいいきますから今後10年ぐらい頑張って あのついててあげれるってなったらぜひ検討してもらえればなと今はそのやっぱりコロナ禍で、ね、在宅勤務になったり、まあ、旅行にも行けないっていうわけですから、はい、まあ,ある意味、うん、ペットを飼うにこう、まあ、適した環境になってるかもしれないけれど、うん、でもやっぱコロナ禍であるからこそもし自分が突然病気になったらどうしようっていう。 で懸念もあると思うんですけれど、はい、そういった時にこに事前にできることって何かかありますかそうですね、あのー、それはもうこういうコロナ禍に関係なくなんですけれども例えば私も今日車でここに来ましたけれども、うん、大きな事家には動物と、まあ、一応夫はいますけど動物と夫は残される、うん、職場にも動物とスタッフが残されるっていうことなので、はい、何かあった時にどうしようっていう備えが必要です。うん なのので皆さんあの特にお一人暮らしの方あの今回のこのコロナ禍であの一ついい気づきになれたなって思ったのはその一人暮らしの方とかあと複数頭飼ってる方が、うん、自分が感染したらどうしようって、はい、あの動物がこれだけいるんですとかあと一人暮らしなのに猫を飼ってるんですとか、はい、そういう問い合わせをくれた方が結構いらして。うんで あそれって交通事故とかでも一緒ですよねってなって、うん、なのであそういうことがあったら困るからいつか考えておこうじゃなくって、うん、もう今今日皆さん、うん、今日寝るまでに必ず、はい、えと自分が今日意識を失って何もできなくなったとしても、うん、自分が飼ってる動物が飢えて死なないように、うん 何かかししららのの対策を一つ取ってから寝て寝ほいでですねな例えば自分が何かあった時の緊急連絡先にあの,の人に動物を飼ってること例えば今猫の何とかと何とかが家にいてこういうご飯を食べててっていうのを伝えといたりとか私はあのお財布の中の保険証とかに一人暮らしの人とりあえず書いといたらっていうんですけど,なるほど自宅にこういう動物がいるので、はい、なあの 何かの折り根を助けてくださいとか、うん、で鍵はこうやって開けてくださいとか、うん、であとはまあ,ある程度本当に自分の命が危ないってなった時にはある程度のお金があれば、うん、それを使ってペットホテルに一時的に預けたりとか何か対処を取ってもらいやすいので、うん、少しその動物用の、まあ、緊急時用の予算っていうのを取っといてもらえると。はい 対処できると思いますはいはい、はい、皆さん、えー、ペ,ーペットを飼ってる皆さん、えー、今日寝る前に <laughs>、ね、<laughs> できれば早めに早めにね <laughs>、はい、あのもしものことについて、ね、じっくり、えー、考えてみてほしいと思いますはい、えー、ここで猫ちゃんの曲を1曲かけましょう。キリンジねんねこ キリンジのねんねこでしたこの後は今日のまとめに入ります 明日のカレッジキリマンス塚本仁希です今日のクラスはペットと共に生きる 株式会社ミグノンプラン代表の友森涼子さんを講師にお迎えしておりますまあ、あの今日はねペットと共に生きるというテーマなのですがツイッターの方々にはこういうご意見もありましたミヤッチさんペットってのがしっくりこないだって家族だもんというなんか可愛いワンちゃんの動画も一緒につけてくれてますねこれはチワワ ちゃんかな。じゃあ、あともう一人、八 s さん。犬は家族、猫は同居人って感じの距離感っていう。まあ、やっぱりね、その動物を、本当に、そのもう仲間、家族、うん、パートナーってね。あの矢野さんもしてましたけれど、そういう方にとっては、ペットっていう言葉がちょっとこうし,しっくりこない場合もあるのかなって思いました、うんえ。こちら、ゆであずきさんからのメールをご紹介したいと思います。 14年前にペットショップで買った猫が今年初めに休止し、今は近所の保護団体から来た2匹を育てています。家族全員が猫の扱いを心得ていることと、子猫はもらい手がつきやすいことから、我が家はあえて大人の猫を引き取ることにしました。 その保護団体では寂しからないように兄弟猫2匹をいっぺんに引き取ることを推奨していたのでずっと憧れていた多頭飼いになりました2匹は3歳とまだ若いので毎日の激しいプロレスと予想していた以上のフードの減り具合には驚きましたが今後も楽しみです出会いがペットショップでも保護団体でも命に責任を持ちたいです 出屋付きさんありがとうございます。いいお話ですね。本当ですね。あのそうなんですね。ね猫の場合は2頭で最初から買った方がいいので、うん、あのすごくいい出会いがあったんだなと思いますで。その分ね。ねあのご飯も、ねえー、ちょっとかける時間や体力も2倍になるかもしれませんけど、<laughs> はい、このプロレスを楽しんでるのがいいですね。結構、あの、はい、猫の相談で。 朝方走り回ってうるさいとか、はい、<laughs> あの猫とおとなしいと思ってたのにとっくめ合いばっかりしてて落ち着かないっていう相談が来るので、はい、遊ばせてやれようと思うんですけど <laughs> でもまあ朝朝明け方とかね <laughs> <私>夜明け前にこう覚醒しちゃう猫ちゃんになると、はいねまあ、そういう時はやっぱりそのもう頑張って遊んであげるとかかまってあげるっていうのがも盛<う>さん流ですか ですね、あの猫の習性としてどうしても明け方と日没の時間に目が冴えてしまうのでうち、はいえー、で飼ってた猫はもう亡くなるまで大体4時半に起きてたので<ら>猫に起こされるのが嫌だから先に私が4時に起きて、はい、猫を叩き起こして。 ちょっとおもちゃとか投げて疲れさせてる間に二度寝するっていうのを繰り返してましたね、はあ、なるほどえじゃあ夜型人私みたいな夜型人間はちょっと猫を飼ったらちょっと苦労するってことですかね寝る前に猫と遊べばいいのか大体たい時ぐらいに寝てるんでるあじゃあちょうどいいかもしれないです寝る前に疲れさせて、はい、で一緒に寝ればいいかない私も疲れて寝るというそうですねなるほど、はい、そういう猫ハックが あるんですね、はいでまあ、今日はねあのペットと共に生きるというあの、まあ、ことを考えながら、ね、あまり、えー、ハッピーじゃない話題もしながらでもやっぱりこう動物を、ね、家族の一員として迎えれるということはとても特別で責任のあることだと思うんですが友森さんが描く理想の、えー、ペットとの暮らしとはどんなものでしょうか はい、せっかくですねその言葉が通じないであの習性も違う生き物と暮らすのであの、まあ、学びながら歩み寄りながら生活するとまた新しい発見もあって面白いのであの漫然と飼うのではなくってあのよく観察してあと学びながらそのそのことの暮らしが自分の糧になるようなあの。 まあそういううういいいい生活を共ににしててたただけたらなっふ思います私が今日すごい勉強になったのはその、まあ、ペットを飼う人同士で,、まあであのまあ、コミュニティってほどでもないかもしれませんけどやっぱり情報のやり取りとか、はい、何かあった時のためにこれをよろしくねこの子たちをよろしくねってそういう,こう、ね、託し合える、はい、誰か託せる人がいた方がいい いいってことはそうですねフォローしてくれる人は必要ですね、うん、ありがとうございます株式会社ミグノンプラン代表の友森涼子さんでした今日はどうもありがとうございましたありがとうございました お送りしたのは奈良を旅と迷子犬を探してこのあとはお知らせのあとで私仁木が昔働いていた動物保護団体の話をちょっとしたいと思います。 明日のカレッジ。明日のカレッジ。明日のカレッジ。キニマンス塚本二木がお送りしています。明日のカレッジ。ここからは、木曜日の明日の自由時間。ということでして。まあ、今日はね、ペットと共に生きる。 そうういクラスででしたので、まあ、ペットと共に生きたことのない私が、えー、昔もう10年以上前になりますかね、えー、日本にニュージーランドから帰国して、まあ、最初の頃に、えー、少しアルバイトとして動物保護団体で働いてたんですよ。 でまあ、自分はね、事務の,、まあのお仕事を手伝いながら、まあ、そこのオフィス、まあ、小さな、えー、アパートのオフィスだったんですけれど、そこで一時保護されている、えー、猫ちゃんとかワンちゃんのね、こうお世話をしながら、まあ、みんなでこう、ね、あのトイレ変えたり、散歩行ったり、ご飯食べたり、事務仕事やったり、メール返したりっていろやってました。はい であのー、そこの団体の本部が、えー、関西の方にありましてで、まあ、その山里に、ね、こう広い敷地を持っていてでそこにはたくさんの、えーまあ、犬、猫、アヒル、ウサギロバもいたかな、うんえー、そこで、ねまあ、1週間ちょっと研修で行ってきなさいと言われましてで本当にもう、あのー、何にもない。 何にもないそういうねもう自然が豊かなところにもうたくさんの動物たちがさまざ、あ、まな事情で来た、ね、子たちがそこで保護されていてでスタッフの皆さんもあの動物の飼育や管理の経験や資格を持っている人たちがいたんですけれど。 まあ毎日のようにね、まあ、そこでこう一生懸命、ね、あの夏だったんで暑かったです。でも汗水垂らしながらこう、次はこのケージ、次はこのケージで、次はこれを変えるってやってたんですけれど、ある日、そこから、えーまあ、もらわれていった、ね、新しい家族にもらわれていったワ,、えー、とワンちゃんが、1週間で行方不明になってしまったと、まあ、逃げてしまったという連絡がありまして、 でまあ、そこから車で1時間ぐらいかかる町だったんですけれど、まあ、その団体の職員さんと私が、まあ、4人でじゃあ一日だけねあの一緒に探しに手伝いに行こうって言ったんですよ。で私たちその町の中でちょっとまあ手分けして、まあ、こういう、ね、犬を探していたんですけれど私はその時に全く別の ワンちゃんんを見つけてしまったんですでそのワンちゃんは、まあ、あの一軒家の前に犬小屋につながれていてコーギーだったんですけどねなんかねあのもう旗から見て「えちょっとこれ大丈夫?」って思うちょっとドキッとするぐらいまあなんかね旗から見たら劣悪な環境だなと思うような感じだったんですよ。でまあコーギーちゃんもねあの、まあ、つながれたままなんですけれど 色々体の部分がこうただれていてでえちょっとやばい子見つけちゃったって思ってでその,あの一緒に来ていたそのスタッフさんにちょっと連絡取って「ちょっと今探してるワンちゃんとは全く別なんですけれどちょっと見に来てもらえますか」ってで、まあ、とりあえずねどうしようもできないけど、まあ、写真を撮ってでその本部に。 あの帰ってまあ結局その最初にね探しに行ったワンちゃん見つからなかったんですけれど本部に帰ってこんな子がいましたどうしましょうってまあでも当時まだ日本の動物保護えあ動物愛護管理法はまあ今よりもっともっとんでしょうそのまあ第三者に権限がない状態だったんですよね。私たちできることはまあでしょうこうどんなにネグレクトさされれてても虐待されててもも虐待 少しずつ飼い主さんに歩み寄って信頼を得てお手伝いできることありませんかってするしかないんだというそういう現実をまあ教えてもらったんですねでそれはまあその関西で私は東京に住んでいてでも見てしまったからにはもうこのままあそっかじゃあしょうがないなっていうのが当時の自分にとってはできなかったんですよ。 じゃあニキさんあなた片道5,000円かけて夜行バスでも何でも乗って毎週週末ごとにこっちに来てその飼い主さんとこう交流すればいいじゃないの交渉すればいいじゃないのって言われてで当時の私にとって片道5,000円を毎週かけて大阪に通うっていうことはちょっと無理な話だったんですよ。じゃゃあそんんなななく面倒を見るてて言っっちいいけないよって その保護団体の人に言われてすごい悔しかったし悲しかったしえなんでそんな無情なことを言えるのって思ったけれどそれが現実だったんですよね。でまあ東京に戻った私はそれでも諦めきれずにペットが飼える物件を見に行ったりこう何でしょうね本当にじゃあなんとかしてお金を苦面してこう大阪に もう月に1回でも2回でもいいからその講義のこうどうなってるか見に行きたいと思ってたんですけれど、まあ、それから1週間2週間ぐらいした後でそのかあので関西の,その職員さんが連絡をくれて、まあ、私も気になってあのうちの前を何度か行ったけれどいなくなってたよってもう犬小屋が空っぽで何回か見たけどもう犬はいなくなってた。 でまあ、それっきりなんですよねそれっきりでもう私はもうそのまま、まあ、ペットも犬もいない生活をそのまま続けてきたんですけれどあれからずっと講義を見るとあの子のこと思い出しちゃうんですよねうんなんかもう自分にもっとできることがあったんじゃないのかなとかで何でしょうねでそ,そのやっぱり社会全体を見てみると。 いらなくなくった捨てられた動物たちが殺処分されていてでその一方で生まれたてほやほやの商品として売られるために作られた産まされた動物たちがすごい金額で売られているっていう何かこう命のコンベヤーベルトみたいだなって思っちゃって。 で私もなんかね結局それが、まあ、一つの原体験になってると思うんですけれどあの時のその卑、まあ、力感とかどう,するどうすることもできなかった無力感せめて何か今後につなげたいなって思って、まあ、忘れないで生きようと。 思っていいる感じですはい、あの全くハッピーな話じゃなくてごめんなさいね <laughs> なんですけれど、まあ、今日のねこの動物と共に生きるっていう話は私にとってちょっとまあなんかちょっと思い入れのあるテーマでした。最後ままで聞いいててくれてありがとうございます 明日のカレッジ」「明日のカレッジ」「明日のカレッジ」明日「あしのコレッジ」「TBS ラジオ今月の推薦曲」「三浦龍一&」。 明日のカレ。明日のカレッジ。キニマンス塚本二希がラジオと YouTube ライブでお送りしてきました。明日のカレッジクローズのお時間です。今日のクラスはペットと共に生きるをお送りしました。 えもうツイッターをちょっと今見ましたらねいろんな人たちが写真や動画とともにうちの子自慢をしてるんですけれどちょっと後からじっくりね私もえそこを見させていただきたいなと思います、えー、そしてメールでもたくさんの方々からいろんなエピソードをもらいましたどうもありがとうございます、えー、このあとねアフタートークをインスタライブと YouTube でやりたいと思いますので是非お時間ある方はそちらでお会いしましょう さて明日のクラスは武田砂鉄さんによるエトセトラ学部ジェーンスーさんがいらっしゃるそうですどうぞお楽しみにそれでは明日のカレッジ今日のクロージングはこちらキャットスティーブンズ I love my dog my <laughs>。ニキとはまた来週月曜日にお会いしましょうそれまで皆さんお元気で See you next Monday! 始まりまりしたアフタートークでございます。 はい今日の、えー、木曜日の「明日のカレッジ」はですねラブ学部として「ペットと共に生きる」をお届けしましたがあれなん,かなんかネックレスがいきなりちょっと外れたなんで <laughs> 失礼しましたはいまあなんかねあのー、リスナーの方々は何人から「まあ、ペット」って言葉も何かなっていう反応をいただきましたがね家族相棒パートナーねいろいろなねもっとこう あなたにしっくりくる言葉あると思います私もどちらかというとペットってなんだよっていうところもありますけれどまあ、今日はちょっとざっくりで言かせていただきましたありがとうございますいや今日の、えー、講師は友森涼子さん、えー、ミグノンプランという会社の代表をされてましてあと動物保護活動団体もされていますでまあ13年ほどね活動されてきてこれまで2000頭以上の動物を 受け入れてお世話して新しい家族を見つけるというまあ何でしょうね私も本当にもう本当にあの別の団体さんで少しだけあの経験したことはあるんですけれど気が遠くなるような仕事でもあります時にはいなかなかねあのスムーズにいかないこともあるしこう相性が良くなくて戻ってきてしまった子もいるし だけれどやっぱりねせっかく生まれてきた命最後は誰かねあの素敵な、えー、家族に巡り会えたらいいなという思いでこうまあ糞尿まみれと言いますか <laughs> まあいろんなもう犬やら猫やらの毛いっぱいつけたままねあの 働いてましたけれど、はい、ちょっとその当時のことを思い出しながらちょっと、えー、後半ではその当時の私の思い出話もしてましたがちょっとねなんか一瞬ちょっとなんか泣きそうになったら怖かったみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> いやーでもね本当に、あのー、特別なゲストとして、ね、あのコーリングでつながってくださった矢野明子さんはい、えー、言わずと知れたシンガーソングライターの矢野明子さんですが。 えー、矢野さんもあのー、まあ、犬も猫も好きだけれど、えー、飼っているのは主に猫ということでしてで。まあニューヨークを拠点にされていますので、ニューヨークで動物を飼うっていうのはどんな、えー、プロセスがあるとどんな文化なんですか？っていうのを聞いてみました。で、まあ、ニューヨークではね。あのー、まあ、もちろんペットショップがないわけではないけれど、まあ、多くの方は？ えー、保護された動物をシェルターやそういう NPO などから、えー、譲渡されているけれどそれもまたこういろいろプロセスがあってどんなお家に住んでますか、えー、何人で住んでますか1、えー、日何時間ぐらい留守にしてますかとかこういろいろねこう条件を満たさないとうち,からうちからの子たちは出せませんっていう結構。 そういういねあのでもそれがなんかもうあちらではそういうもんになっていましてやっぱり私も今日ねあの自分自身は金魚と亀を小学生幼稚園の頃にまって 出てでもそれもあまり長続きしなかったというちょっとあの切ない、えー、経験しかないんですけれどやっぱり、うん、命あるものを受け入れるっていうことは、まあ、人間と同じで責任があっていろいろね長期的に考えなきゃいけないことで,であとお金もかかるというそういうことをねやっぱり買う前にこう一般常識としてもっとねいろんな人がこうしっかり理解してから。 考えてからそれでもうんうちに来てほしいですって面倒見ますっていう人たちがもっともっと増えればいいなあそしたらね殺処分される子供たちあの動物たちも減るのになあってなんて考えてますが我がが家には3匹の猫がいますもらってきたり田んぼに落ちていたのを拾ってきたり保護猫を迎えたり生きているといろいろありますね猫も人も。 とあかりさんが書いてくれました。田んぼに猫が落ちてたら、それはもうもう飛び込むでしょう。ダ <laughs> ンって。そっか、でもそういうのもね、巡り合いとか運命かもしれませんね。もうも,もこさんも動物とか飼ったことは全く全くない。はい。全くない。か変えたい変えたいと思う <laughs> 自自分分ががししっっかかかかりりなないからいいららやでも私もそうですよ私だってこの1年ね、まあ、あの今日はコロナ禍で、ね、ペットが欲しいという人が増えてるって話もしましたけれど私自身もやっぱり特に去年はねもうずっとステイホームでなんかこう恋しい肌恋しい、まあ、人肌が無理ならせめてなんか動物とかって思っちゃいますけど。 でもやっぱりそれはあくまでこうがんなん、まあ、願望であってやっぱり現実的にねあのいろいろ辛らい、まあ、思いをさせてしまうかもしれないとか、うんね、あのそもそもここ,こ,ここってペットをかだっけとか、ね、そういうことすらもちょっと。 ね、分かっってなかったんでなんかツイートでペットが好きだからこそ飼わないっていうのがあって一、うん、人暮らしだから、うん、すごく葛藤されてるんだけどそういう決断してるんだなって思う。もちろんねなんかこうすごくすごく深刻に真剣に、うん、もう最悪のケースまで考えてくださいってわけじゃないんですけれど、まあね、何があっても責任取りますドンっていう感じの。 感じのねスタンスでいいと思うんですけどね、うんうん、日本って動物の命の扱いがとっても軽いですよねそのうち動物園も様変わりしていくのかなと思います、うん、というね、うん、ラブベアさんが言ってますが動物園もね私はあんまり好きじゃないんですけどはいで、ね、えー、確かにうーんまあでもねあの動物園もやっぱりそのいろいろな、ね、役割まあその なんていうんですかその生物生物界動物界にとってのね重要な役割を勉強なあるしねうんそう思ってるしでもなんかこう至るところにいなくてもいいかなっていう,、うん、う油壺マリンパークが閉館すんだよおうまどこどこのマリンパーク油壺マ,マ,マリンパークってどこですか三浦半島にあるとこ知らないあ 知らない。遠足で行ったんだよね。へえ。なんかなんかイルカショーとか見たんですか。<laughs> そういえばなんだ平塚なっちゃんだ。んそう平塚なっちゃうんだって <laughs> で、素敵な上ですなってた。平塚になったら、うん、そこにいる生き物はどこに譲渡されるのか。ね、他のところに引っ越しつつのかな。そういうところもね、あのまあ私が知っている動物愛護団体とかが以前別のところであの抗議活動してたんですけれど。 閉園したままずっとの動物とかについてはほあの艦への、うん、移す協議を進めてるってそうですよねちゃんといいところにね、うん、まあねもうやっぱり野生に戻すっていうことはもう今じゃもう遅すぎるからちゃんと仲間とかね美味、うん、しいご飯が食べれてできるだけ。 自然に近い形で天井を全うしてほしいなと思いますがそのマリンパークの話からちょっといろいろ考えられることありそうですね今後、うん。またなんかあの結構動物の今反響は良かったからなんか海の生き物とかもねラ部、ね、の,の。 やってもいいかなとうん、うん、こちら、えー、ピースさん茨城県動物指導センターの譲渡会でもかなりいろいろ条件がありました3年経って元気で楽しそうな写真を送ったら職員さんがものすごくよろ喜んで電話をくれましたあやっぱりねそういうところの職員さんねあのあの時のあの子がこんなに元気になってってのすごく喜ぶと思います私もあの少しだけ あの働いていた,たそういう団体でねそういう,こう報告が来たらなんかあよかったなっていやあの時のあの子が <laughs> こんなに立派にってねいいですね、まあ、そんな感じでねこう木曜日はラブ学部の日でもありましていろいろこう皆さんのラブラブラブキュンキュンいっぱい感じられた日でもありました。 先週なりました。先週は、週洋服で、先週そあそうそうさ、先週は<ン>ラブはフ,フ,フ,、ね、ファッション。ファッションだってね。ファッションですね。あのピンクの服着たいって言ったから持ってきたんだよ。<の>は？<laughs> <laughs> ピンクの服。いや私私今日一番ピンクから離れた色着てますけど。結構ハードルが高めのコキコなし。やだやだやだ。怖い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 。近所の公民館のバザーで。近所の公民館のバザー。コー,コーラス隊のおば様から買った衣装の上だけボレロっぽいです。なんかこれをデニムとかに合わせたら超可愛いと思うんだけど。ねえモモさんが嫌がらせするんだけど。<laughs> ねモモモさんが嫌がらせしてくる。<laughs> ちょちょえちょか。 ピンクも可愛いって言われね、何ボタンとか超可愛いんだよこれ。コーラス帯のおばさんになれでもそれをすごいこれもうなんか絶高いのこれ絶対ボタンがえこれは先週先週これ下にキャミとかで白の木曜ピンクトップとかでデニムを履けばそう可愛いと思う。ちゃあちゃあちゃあなこうキラキラしてんねここどこの演歌歌手だよ。めっちゃ可愛いでしょ。

笑ってるよ向こうが。あれは苦笑いって言うんですよ。似合ってるじゃんって、ツイッターでも今。えっとね、つまりこれはどういう学びになるのかなあ、しかもここ止める、え何これはこれはこれはこれれいいな。これはもう、なんならもうなんか、ここをブラジャーだけして、ブラジャーせずに、ここもうギリギリ、ギリギリこんなんで、LA LA ススタタイイルルだよドン のまま何の話だっけ何何の何の話そう <laughs> 先週木曜日のアフタートークでそのねあのファッションの新定義を、えー、やったんですよ。あ違うや違うそれ先々週だ。えー おしゃれメイクとかねメイクとかテンションの話してましてそうそう自分らしさとかね自分に似合ったものとか自分が好きなおしゃれをすればいいのよって話したんですけれど私はそこでちょっとポツンと私ピンクっていう色が好きだけどあんまり着たことないんですよ着れないんですよって言ったらもんこさんが私はピンクが大好きだからねそうそう今日ピンクのパンツピンクパンツを履いてもらってそういうピンクかわいいパステルピンクでこれは何ピンクよ これ着こな着こなせてるかこれ着 <laughs>、うん、こなせてるのか <laughs> じゃあもうえ何これもらっていいんですか何ですか仮今度なんかじゃあなんかなんかなんかやりましょうピンクなピンクな貝、えー、はい,い,わいわ <laughs> まあでもねこういうのもあの一つの自己発見というかはこういう私もいるんだなとはい。 ちょっと恥ずかしいな、でもちょっとなんか気に入ってるんだけど恥ずかしいんだけど何なんだ <laughs> えっと、ショッキ,、yes! キングピンクです。はい。あっ、ーのマイケル・ジャクソンみたいに書かれてるよ。あお<ウ> <laughs> !You はショックってなピンクですね。はい。えー、悪くないな。はい。<laughs> <laughs> えっとですね、じゃあこれ毎、毎回なんかこれやりましょうか。毎週木曜日のアフタートークは、ももことニキのファッションショーで。<laughs> 山本さん本当に服いっぱい持ってんですよ <laughs> この方ちょうど先週末さ衣いしたのよお<う>ちょっとやっぱねピンク多かったねったじゃあこもうこれからね <laughs> 木曜日恒例の2期がピンクを着る <laughs> っていうのね木曜日だけ再生回数がグッと上がるかもしれませんけどやってみましょうはい。 ああ覚悟の上です。はい、そんな感じで、えー、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日金曜日は、That's right! 武田砂鉄さんによる江トセトラ学部、なんとジェーンスーさんがお見えになるそうです。あら、これはちょっとね、ジェーンスーさんと砂鉄さんの対談は聞き逃せません。うらやましい。 私も混ぜて欲しい <laughs> はいそんな感じでニキとまた来週月曜日お会いしましょうそれまで皆さんどうぞ Stay happy stay healthy そんな感じではいバイバイ